トータルウォーシリーズの新作が登場して、日本の売上上位にも来てますね。その他、あんなゲームやこんなゲームが、リリースされたので、そんな風に紹介したいと思います。どんな風に？週刊スチーム通信。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、ユーロです。毎週金曜日、Steam のセール最新情報をお届けする、週刊 Steam 通信のお時間がやってまいりましたね。はい、皆さん、Steam ゲームをやってますか？自分もね、モンハンワールドを買ったはいいけど、そのまま放置していたり、まあ、弾丸論破 V3 も買ったし、狼も買ったし、割と日本の国産ゲームをゴールデンウィークの時に買って、まだちょっと放置している状態で、結構ね、新作ゲームの、Steam キーも送られてくるんで、最近はよく、まあ、それを紹介したりとかしていますが、はい、皆さんも、もう多分プレイするゲームには困らない日々をお過ごしではないでしょうか。はい、そんな中で今週もね、結構話題作、まあ、どかどかとね、トータルウォーの新しい、ゲーム載ってますが、割とね、話題作が多いんですよね。はい、順番に見ていきたいと思いますが、まずはこのコーナーから。はい、今回、パブリッシャーセールも、少し来てるんですが、大きな日本人が好むようなセールは来てないんですね。その代わり、興味深い、タイトルがいくつかセールされてましたね。まず、ミュータントイヤーゼロロードトゥエデン、はい、このゲーム、XCOM のね、ターン制の戦闘と、ストーリーを混ぜた、ストラテジーゲームですけども、これが2018年12月5日非常に好評の評価のゲームで、これが5月28日まで 40% ほど2160円で来ていて、今回が最安値になってますね。で、次、シティーズスカイライン、これもね、本当は新しいコンテンツ、ダウンロードコンテンツが最近リリースされたのかな。もうそういうコンテンツがリリースされると本体が安くなるという傾向はもうずっとあるんですが、はい、今回も 75% ほど745円で購入することができる。ただこれはミドウィークマドネスなので、もう間もなく終わるので、欲しい方は早めにゲットしてくださいということで、この 75% オフっていうのはかなり、これ以上下がらない価格帯ではあるので、はい、最安値になってますね。で、バンドルも合わせてセールされています。はい、新しいバンドルが登場したりとかしてるんで、ニュースもご覧になってみてください。同時接続数まだ未だに2万近くあるっていう、お化けシミュレーションですね。まあ、ワークショップとかね、そういうモッドが充実してるっていうのも大きいですけどね。はい、で、次、ジャストコーズ4、これも、60% の3447円で購入することができるということで、今回最安値ですね。で、これが、もうミッドウィークマドネスでもう間もなく今日終了するということですね。今日の夜終了するということですが、直近ね、賛否両論と評価を上げてきている理由としては、大型アップデートが、今月あったんですよね。で、その関係で結構クオリティも良くなっていて、一時期そのリリース当時クラッシュしたりとか、解像度があまり良くなかったりしたという評価があったんですが、それがだいぶ盛り返してきて、はい、自分もコツコツちょっとずつやってますが、はい、スプリングアップデートが来たということで、60% ほど安くなっていると。で、グリスというかなり話題になったアーティスティックな、横スクロールアクションですが、はい、圧倒的に好評の評価を得ているだけあって、はい、美しい良質サントラの雰囲気ゲームということで、はい、このゲームも、これはウィークエンドディールということで 33% オフ、史上最安値で来てますね。はい、美しいですよね。とにかく
アーティスティック美しいゲームということなんで、はい、ディボルバーデジタルの、まあ、数多くのインディーゲームの中でもとりわけ美しい、面白い興味深いゲームではないでしょうか。そして最後、アサシンクリードオデッセイも 50% オフで最安値になってるんですよね。はい、オリジンズがね、ハンブルバンドル、ハンブルマンスリーで来たりとかしてましたが、オデッセイもね、今回 50% 4536円ということで、これまでの最大の割引になってます。84とオープンクリティックも評価高いですね。で、5000人近くの人が遊んでいて、まだ未だにこうダウンロードコンテンツとかアップデートでどんどん良くなっている、はい、タイトルなので、まだ遊んでる人、日本人も多いんではないでしょうか。はい、このタイトルが、はい、今回安くなっています。これは、5月28日に終了するスペシャルプロモーションですね。はい、主なセール作品は以上です。続いてはこのコーナー。はい、まず、ウィークエンド無料プレイ、期間限定無料プレイですが、ソン・オブ・ザ・オブ・ア・ウィッチという、はい、2D アドベンチャーなんですが、これが、3日間週末無料プレイということで来てますね。これはアクションアドベンチャーのタグが付けられていますが、日本人遊んでるのかな、日本語サポートされてないんですが、はい、日本語のレビューがなかったので誰かの参考になればと思い投稿しましたということで、ロストキャッスルとかランページナイツの流れでやったけども、それと比べて難しいと、難易度が高いということですかね。本作は、剣、斧、杖、ワンド、弓などの各武器が得意なクラスがありますが、どの職を選んでも、他の職の武器が使えるということで、書かれていますね。で、最大4人までコープ可能ですが、自由度は高く各自が単独で行動することができると。なるほど。倒れた場合は倒れた部屋内の敵が全滅することで自動蘇生される。結構あれですね、日本人も割と遊ばれていて、日本語なくても問題ない感じですね。はい、これが、週末無料プレイ来てます。で、もう一つ、はい、ニーズヘック2という、これも、コープじゃないですね、これは対戦がある、ローカルマルチプレイヤーとありますね。はい、あ、でもオンラインマルチもチェック入ってますね。これはね、ニーズヘックという、2D 格闘ゲームが話題になりましたけども、それの、ま、続編というか、ま、2ということで、はい、日本人もこれ確か結構遊んでる作品ではないかと思います。メタスコア、オープンクリティックともに高いスコアを出ていますね。はい、まあ、おすすめしていない人もいますが、はい、1と変わったところを、レビュー書いてる人が多いかな。はい、そうですね、ニーズヘック1購入者で2から入る方にはあまり参考にならないかもしれませんが、グラフィックは変わり、新しいマップも追加され、新しい武器が増え、新しいモーションが追加された。1をプレイした人から見たら少しもっさりした印象があるかもしれませんが、意外と戦闘のスピード感があるということで、はい、1の方が好き、買い1の方が好きだけど買いということなんで、とりあえず2をやってみてどういう操作感かっていうことを理解した上で、はい、購入してもね、 70% の444円、500円を切る値段で購入できますし、はい、かなりお買い得だと思うので、とりあえず週末無料プレイ、3日間の無料プレイでやってみて、購入を検討されるといいかもしれませんね。はい、期間限定の無料作品は以上2作品でしたね。で、ここから、無料情報ですが、まずね、 EVE オンラインのなんかスターターパックが5月26日深夜2時までなんで、明日の深夜までですね、100% 0円で購入じゃないですね、はい、0円で、手に入れることができるということですね。で、エピックゲームズストアですね、シティオブブラスというのが、次の、
無料ゲームとして来ています。で今無料プレイ、今日からですね無料プレイとして来ているのがこのライムという、はい、Steam 上でも非常に好評の評価の、3D パズルアドベンチャーになってますね。はい、これ自分結構2017年にリリースされた時から注目していて、なかなか購入することができなかったんですが、はい、今回無料プレイが来ているということで、無料ゲームとしてエピックゲームズで、手に入れることができるということで結構、まあ、嬉しいタイトルではありますね。はい、ジブリ作品的な雰囲気を持つパズルアドベンチャーゲーム。美しい世界を旅しながら自身の過去を含めた謎を解き明かす。セリフや詳細ストーリー解説はないものの、優れた演出や音楽によって込み上げてくるものがあると。で、周回プレイに向いていない構造となっているのが残念とあるんで、まあ一回クリアするともう終わりという感じなんですかね。はい、このライムというゲームが、エピックゲームズストアで今2週間無料になってます。はい、で、シティオブグラスは、Steam ページがあって、アクションファーストバージョンのアクションのタグが付けられていますが、はい、次のゲームまたこの週刊 Steam 通信で、リリースされたら配信されたらまた紹介しようと思います。で次、インディガラの方でですねこのゲームが来てます。ウォー・オブ・ザ・ヒューマン・タンクスということで、2012年9月14日と割と古めなんですが非常に好評の評価を得ている、はい、単性ストラテジーですね。はい、購入するとまあ980円ということで、結構ねインディーガラも一時期の頃と比べてだいぶこうクオリティの高いインディーゲームを無料で配信している、サイトになりましたよね。はい、日本語化はできる感じですかね。あ、フル音声日本語なんですね。デベロッパーサイトで配布されているアルタパッチとフリーバトル追加パッチを適用することで日本語でプレイできるようになる。ただしパッチ適用後は Steam 実績が解除できなくなるという情報もありますね。で、How Long to Beat を見ると、まあ、4時間でクリアできると。で、実績全実績解除までは27時間かかるっていうタイトルですね。で、こんな感じでレビューも、あー、結構賛否分かれてる感じ。あ、そうでもないのか。はい、結構高評価なので、まあインディーガラで、ダウンロードする前に見ておくといいかもしれません。そして、オリジンですね。オリジンでシムズ4というゲームが、期間限定無料が来ています。これはいつ終わるのかっていう明記はないんですが、自分もさっき久しぶりにオリジンのアカウントログインしてゲットすることができましたが、はい、オリジンのアカウント自体はかなり簡易で結構すぐに登録することができるので、この登録ボタンを押していつでもダウンロードできるという、無料ゲームになっているので、気になる方はですねオリジンのアカウントを取ってゲットしてみてください。そして、ハンブルバンドルの方なんですが、自分は1ドルのキーで、購入しましたけども、これ無料なのかな、なんかフリーコピーオブって書いてあるんで、はい、これ日本語訳をすると、ハンブルバンドルニュースレターを購読すると期間限定で無料コピーを入手できるとなってるんですよね。はい、自分は1ドルで手に入れることができましたが、このサイトに従って進んでみてください。そしてあとバンドルがですね、タイニービルドというバンドルが来ていまして、はい、こんな感じで墓経営、墓地経営ゲームとかもそうありますし、13ドルで結構いいインディーゲームが手に入れることができますね。で、1ドルでこの4つ手に入れることができるので、スピードランナーとかね、パンチクラブとか有名かもしれませんが、はい、1ドルで4つのゲームを手に入れることができるので、後で覗いてみてください。はい、無料情報、そして外部サイトのお得情報は以上です。はい、ここから、ネイバーまとめでまとめた、週刊 Steam 通信今週1週間ですね、18日から24日の最新情報をお届けしたいと思います。これ日本語訳した方が分かりやすいかな。まず、はい、バルブが
新規チャットアプリ Steam チャットの配信を開始したということです。はいね、Steam リンクの iOS 版に引き続き、ね、時間を空けずに Steam チャットの配信を開始したということで、これは Android、iOS 共通ですが、はい、結構ねこういう、スマホアプリにも力を入れてますね最近ね。で自分これ、別動画撮ろうと思ったんですけどね、初めての Steam で。でもなんか見た限り、1ヶ月ぐらい前かな、PC の方の、まあ、すでにあの機能が新しくなった Steam チャットの紹介でもう動画上げたので、そことそんなにこう変わりがないかなということで、はい、別動画用意してないんですが、はい、Steam チャットの機能は Steam のデスクトップクライアントに準ずるもので、フレンドリストをはじめ招待リンクによるフレンド追加やグループチャット、 Steam 絵文字などに対応するチャットフォーマットが実装されていると。で今後はアップデートにてボイスチャットへの対応が予定されているほか、既存の、Steam モバイルアプリにおいてもアカウントセキュリティに重点を置いた大型アップグレードが予定されているということで、はい、まあまあ PC でこれまで新しい機能としてチャットを利用してましたが、それの、アプリバージョンということで、はい、別枠で用意されたっていうことですよね。はい、で、Steam にはもう別枠で Steam グループとして Steam チャット APP ということで、この Steam チャットアプリを使ってフィードバックを送ってくださいっていうそのグループがもう用意されているんですが、まだメンバー573人と少ないんですよね。なんでまだまだこのチャットがみんなに使われる、浸透するっていうのは、まあ、Discord ほどじゃない、まあね、日本の場合はもう LINE とかもありますし、こういうね、チャットアプリっていうのは充実してるんで、今更じゃあ Steam の中でね、フレンドたちと交流するために Steam チャットを使うかっていうと、まだまだ難しいんじゃないかなと思いますが、この Steam チャットのグループを見ると、はい、使い方とか機能とかが載せられているんで、後で、興味のある方はご覧になってみてください。初めてのSteamでこのSteamチャット取り上げるのは当分ないですね。ただ今後アップデートでボイスチャットへの対応が予定されていたり、既存のねSteamモバイルアプリでもアカウントのセキュリティに重点を置いた大型アップグレードが予定されるっていうことで、久しぶりにモバイル版のアプリがアップデートするっていうことなんでね、なんか QR コードが読み取れたりするんですよね。ただ自分もね、パソコンの方のアカウントにログインするための2段階認証ぐらいしか使ってないんですよね。なんでこうガチでその Steam のモバイルアプリを見るってことがないんですが、はい、アップデートに期待したいと思います。はい、バルブが新着チャットアプリ Steam チャットの配信を開始したというニュースでした。はい、続いてですが、アサシンクリードユニティのその高評価爆撃の話なんですけど、Steam って、2ヶ月ぐらい前かな、ちょうどエピックゲームストア、メトロエクソダスが、エピック次元配信になった時に、否定的なレビューが大量にそのSteamに投入されて荒れたんですよね。で、トピズレを修正するプログラムをバルブがSteamの中に組み込んで、それで大量にそういうネガティブなレビューが投入されたとしても評価が下がらないようなシステムを構築してたんですよね。で、アサシンクリードユニティ、これはね、ノートルダム大聖堂が火事になりましたが、4月に。はい、それを応援するために UBI ソフトがこの、ノートルダム大聖堂を含めた、パリの街を探索することができる、まあ、探索というか、それがゲームの中に組み込まれたアサシンクリードユニティを無料で配信したんですよね。それで大量の好評レビューが投じられたんですが、そのレビューはレビュー嵐ではあるんですけど、これは肯定的なレビュー嵐、ポジティブなレビュー嵐ということで、それは残すっていうことを表明したという、その Steam ブログで
表明したと。でこれ読んでたらねすごく詳しく書いてあるんですよね。まあ確かに肯定的なものであっても、じゃあそのゲームそのものの評価を本来その内容であったりこういうところがいいですよ悪いですよっていうことを購入する人がその購入する前にレビューを見て検討する上でこう役に立つっていうのがレビューの本来のあり方だと思うんですけど、いくら肯定的なレビューとはいえそのノートルダム大聖堂の火災に対するコメントであるとか、まあ、そういうのがこう多く残ってしまうと、肝心なじゃあゲームの内容はどうなのっていうことになってしまいますよね。だから否定的なものであれ肯定的なものであれレビューが短期間で大量に投入されるっていうのはまあまあ賛否ある事象だとは思うんですが、まあそれに関して、肯定的なレビュー争いについてSteamブログに載せられています。まあそこを見ると、まあ自分が一番印象に残ったのはこの言葉ですかね。ここでどうすべきか私たちにも明確ではありませんと。これは以前の定義に従えば実際のレビュー嵐ではないように思いますが、それは単に私たちの定義が間違っているだけかもしれません。しかしそれをレビュー嵐だと定義したとしても、それがトピズレなのかどうかは明確ではありません。トピズレとマークした場合でもレビュースコアは 1.3% 減少するだけなので、そのストア上の評価に大きな影響を及ぼす事案ではないと。なんでもともとアサシンクリードユニティってめちゃくちゃレビューが集まってる中のその大量短期間爆弾、まあ、爆撃弾でそんなに影響しないですよということが書かれているんですが、まあこの大量レビューをどうするかっていう、短期間に大量のレビューをどうするかっていうのは本当考えれば考えるほど難しい問題だと思うんですよね。はい、ネガティブは決してポジティブは残すという単純なものではないっていうことがこの、ブログを読んで分かりました。皆さんも興味のある方は読んでみてください。はい、こっからゲーム情報ですが、ついに来ました。はい、皆さんも、待ちわびていたんではないでしょうか、リスクオブレイン2。はい、ね、ボダラン3が発表された会場でいきなり、発表されたタイトルで日本でも大きく話題になって、長く売上トップの上位に来てましたよね。今ちょっと下がり気味ですが、またこの日本語配信で上がってくるんじゃないでしょうか。はい、リスクオブレイン2に日本語を含む10カ国のサポートを追加するアップデートの配信を開始したと。で、日本語以外にはこのね、画像が示すようにたくさんの、韓国もありますし中国もありますし、たくさんの言語で翻訳されたと。でバグ修正もしましたし、近日また新しいアップデートがあると。結構ねやっぱりこのゲーム流行ってるだけあってアップデートに熱心なんですよね。でもすでにロードマップも示されてますし、これからどんどん良くなってくるんですよね。で自分も久しぶりにこの間日本語が追加されてやって、この間っていうか、まあ、21日ですけどやって、かなりやっぱり面白かったんで、はい、また継続的にやろうとは思ってますが、はい、自分のこれまでのプレイ時間9時間なんですね。たった9時間なんですが、はい、これはちょっと1ゲームがね長いんですよね。だいたい1時間半から2時間1ゲームかかるんで、まあまあちょっとゲームの合間に1時間ぐらいやろうかなっていう時にこう最適の、はい、3D アクションアドベンチャーになりますかね。なんで、はい、皆さんも結構ねフレンドも欲しかったり、もうすでに24人のフレンドが持ってるんですが、27人のフレンドが欲しがってるんですけど、はい、日本語対応されたのを機に、まあちょっとね値段が お高めなんですよね。はい、2376円でちょっとお高めなんですが、まあまあサマーセールの時になんかね、今からウィッシュリストに入れておいて購入するといいのかもしれませんけどね。はい、日本語サポートされたというニュースです。そしてゴッドウォーズ日本神話大戦は発売日が決まったというニュースですね。はい、これは全世界累計20万本も突破した古代日本を20万も突破した古代日本を舞台とするファンタジータクティクス RPG と4つの難易度が用意されており、初心者から上級者まで幅広いユーザーが楽しめるということで、ちょっとページが変わってなかったですね、すいません。
で、PC 版の対応も明らかにされていて、どういう対応がされるかというと、マウス、キーボードでプレイ可能なほか、編成画面でキャラクターの並びを入れ替える隊列機能、キャラクターをマップに自動配置する機能が追加されると。はい、これ声優さんですかね。あ、宮本咲さん。なんか聞いたことあるな。はい、また対応言語は日本語、英語、繁体字でダウンロードコンテンツや、ゴッドウォーズ、オフィシャルアートブックなど本編のセット商品も、販売予定となっていると。ありますね。はい、カドカーゲームズといえばね、自分ね、ルートレターだったかなっていう推理アドベンチャーゲームを購入して、で、今後も結構そういう推理系のアドベンチャー出るのかなと思って、まあ自分好きなジャンルなんで、全然出ないっていうね。あの話はどうなったんだっていう。もっとこう、今もう5作品ぐらい出ててもおかしくない感じですけど。まあ、頓挫したんでしょうね。売れなかったっていうのもあったのかもしれないですね。はい、これはどうでしょうか。タクティクス系の日本人好みの感じですが。こういうやっぱりまあ、ファイナルファンタジータクティクスもそうですけど、こう日本の、ね、こういうタクティクス系シミュレーション RPG って結構、人気じゃないですか。人気ジャンルなんで、またおそらくまあコンシューマー版が大規模に宣伝されると思うんですけど、まあね、せっかくこのチャンネルで取り上げるからにはまた Steam でも取り上げてやろうとは思ってますが、はい、6月14日配信ですね。楽しみにしたいと思います。はい、そしてこの世の果てで恋を歌う少女ユーノンがSteam ページがやっと公開されたというニュースなんですが、はい、あ、余談なんですけど、このゲームもそうなんですけど、この世の果てで恋を歌う少女ユーノで検索してもこのページ出てこないんですよね。で、どのゲームだったかな、ですね、あ、鬼の泣く国っていう、スクエアエニックスが出して、RPG ファクトリーだったかなが、デベロッパーの RPG あるじゃないですか。あれもね、鬼の泣く国では出ないんですよね。Steam ページ検索しても、鬼泣きで検索しないといけないんですよね。なんで、ね、せっかく、Steam ページ全体は日本語ページあるのに、ちょっとね、日本語で検索してしっかり、結果出るようにしてほしいですよね。それだけでちょっと違うと思うんですよね。そのゲームの認知度。あ、Steam でもこういう日本の RPG とかシミュレーションとかアドベンチャー出てるんだっていうことをこう認知させる上で結構大事だと思うんですよね。はい。このゲームもさっき検索したら出なかったんですが。はい。これはどういうゲームかというと、明治のね、科学アドベンチャーシリーズ、シュタインズゲート、カオスチャイルド、いろいろ出てますが、はい。その、明治が出す、アドベンチャーゲームビジュアルノベルの最新作ですね。1996年12月に PC の成人向けタイトルとしてオリジナル版が発売されたアドベンチャーゲームで、ある日行方不明の父から平行世界を認識し巡ることを可能とするデバイスを託された主人公が体験する様々な平行世界を股にかけた物語が展開と。この平行世界を股にかける物語ってやっぱり得意ですよね、この明治さんは。はい、シュタインズゲートもそうですけど、はい、また楽しみなタイトルが Steam で入ってきましたね。ただ、はい、発売が10月2日なんですよね。かなり、まだ後ですけども、はい、すでに欲しがっている人6人います。自分のフレンドでも話題作であることは間違いないのでチェックしてみてください。ただ、はい、この世の果てで恋を歌いそうというのでは、検索結果出てこないんで、今ユーノで検索して、はい、トップに来るので検索かけてみてください。はい、そして、今週配信された主なゲーム見ていきましょう。まず21日は何といってもザ・エルダースクロールオンラインの、はい、新たなチャプターとなるエルスウェアが、リリースされて、 Steam でも今でこそトータルウォーのページになってますが、昨日一昨日はこのエルダースクロールオンラインのニューチャプターのこのゲームでしたよね。はい。これはどういうものかというと、
エルダースクロールズオンラインシリーズの新たなチャプターとなるエルスウェア、通常通りそれぞれのリリースパッケージがそれぞれ独立したストーリーが含まれている。ドラゴンのシーズンでは1年間にわたって続く壮大なそれぞれの物語がつながりになっている。これはエルダースクロールズオンラインでは初の試みとなります、ということで、はい、堂々リリース、はい、非常に好評の評価を得ていますよね。ただ日本ではエルダースクロールオンラインはね、なかなかこう認知度が低い。スカイリムはまだ認知されているとしても、オンラインの方はね、そこまで認知されていないんじゃないでしょうか。はい、このタイトルが21日に配信されました。そして同じく21日、オタクズアドベンチャーというインディーゲームがリリースされましたね。はい、これはどういうタイトルかというと、本作は彼女いない歴18年、彼女募集中のなオタク少年がある日突然巻き込まれる美少女とのコミカルで奇想天外な物語を描いたポイント&クリックアドベンチャー。ゲームは通常のポイント&クリックアドベンチャーに加え、流れるように様々なミニゲームが展開するのが特徴。またコミカルなグラフィックでありながら可愛らしいヒロインたちも魅力となっていると。確かにコミカル、可愛らしい、わあ、なんかオタクの象徴みたいな絵が出てきたな。すごい偏見ですけど、オタクの象徴イコールデブかい、デブでメガネかいっていう自分の偏見が出ましたか。はい、これ20日になってるんですけど、21日リリースだったんですよね。はい、後でチェックしてみてください。ちなみに、このゲームは、日本語インターフェース字幕ありますし、20% オフの576円に購入することができます。そして同じく21日、はい、アメリカン、これは何て言うのかな、フィジティブっていうのかな、フュージティブかな、はい、というゲームが出ました。これもね、非常に高評の評価のゲームなんですね。見下ろし視点のアクションゲームなんですが、はい、グランドセフトオート、初期グランドセフトオートの影響を受けたシングルプレイヤーゲームで、父親殺しの汚名を着せられ投獄された男ウィル・ライリーによる真犯人への復讐劇を描くということですね。これもなんか以前に取り上げたことあるな、このゲーム新作情報で。はい、逃走しながらなんか目的を達成していくみたいな感じですよね。日本語あります。5月29日に終了しますが、20% オフで購入できますということで、確かこう隠れたり逃げたりするやつじゃなかったっけ。はい、警察の目をかいくぐりながら真犯人への復讐を遂げるということで、はい、一人はおすすめ、一人は面白いところが見当たらないということで、おすすめしませんよと、レビューを書いてますね。はい、そしてまだあります。21日、結構ね出てるんですよね。はい、ソニックレーシングがついにリリースされました。これもね、評価が分かれるかなと思ったら、ほぼ好評で、まずまずの評価なんですよね。はい、このゲームは、ソニックシリーズ初の、チーム対抗のレーシングタイトル。ソニックシリーズならではの超ハイスピードなレースが楽しめると。異なるタイプのキャラクターを選択したり、操作するレーシングカーを多様なパーツで自由にカスタマイズしたりする要素もあると。最高のレーシングカーと巧みなチームワークで、あなただけのレーススタイルを見つけましょうということですね。はい、ソニックって意外ですね。レースゲームって初めてなんですね。ソニックチームソニックレーシングって、初のチーム対抗のレーシングタイトルか、そういうことか。はい、で、このゲームがですね、はい、もちろん日本語サポートされています。まあ、6469円という値段をどう見るかですね。はい、上位接続数ちょっと1000超えてないので悲しいですが、はい、勝利の鍵はチームワーク、チーム戦形式で戦うハイスピード、チームバトルレーシングとなっており、おなじみのソニックにテイルス、ナックルズ、シャドウといった人気キャラクターたちが3人1組となってカーレースで勝敗を競う。なんかフレンドとやったら楽しそうですけどね。はい、オープンクリティックも73とそんなに悪くないですが、はい、おすすめしないに評価もつけられてますね。はい、そして21日、はい、アトリエシリーズですね。ルルアのアトリエ、アーランドの錬金術師4、すいません舌が回ってないです、
はい、このゲームが出ました。これは非常に好評で評価受け入れられていて、売上トップにもリリースされた瞬間に上位に来てましたよね。はい、コアエテクモゲームズのガストブランドが展開するアトリエシリーズの最新作で、2009年に発売されたロロラのアトリエアーランドの錬金術師から始まるアーランドシリーズの4作目となるタイトル。主人公のルルアが母であるロロナのような立派な錬金術師となるため、仲間と共にアーランドの地を冒険する様子が描かれる。で、Steam 版は5月27日まで通常価格から 10% オフで購入。そして6月20日までに Steam の通常版デラックスエディションを購入すると、特典としてルルアコスチューム、お魚女の子、イノセントフェアリーが手に入る。そして武器超強化エンシャン、シンボル8種セット、スタートダッシュアイテムパックが入手できるということで、まあ、特典もあるので早めに購入してくださいよっていうことですね。はい、ね、この錬金術シリーズも次々とSteamで配信されてますが、はい、日本語字幕あります。 10% ほど7581円です。はい、このゲームがリリースされました。光栄テクモもね、おまくに企業と Steam では長く言われてきましたが、最近ではこんな感じで普通にコンシューマー版と同じように日本語対応のゲームを出しますし、 Steam 版だけの特典もリリースすることでなんとかその汚名を払拭しようと頑張ってますよねまあ頑張ってるのかどうかわからないですが、はい、このゲームが、リリースされました。そして22日ですね、はい、アイデアファクトリーの看板タイトルであるネプテューヌのシューティングゲームネプシューターがリリースされました。はい、もうすでに非常に好評の評価になってますね。手軽にプレイできて気がつくとどっぷりハマってしまうシューティングゲームネプシューター。時期であるネプテューヌを操作し迫り来る敵を撃ち落とせ。ネプシューターは爽快な8ビット風シューティングゲームで全6ステージ構成、さまざまな敵がネプテューヌの行く手を阻みますということですね。はい、どういうゲームかというと、なんか懐かしい 2D 系のシューティングゲームっていう感じですね。一応まあ弾幕のね、タグがついてますが、まあシューティングって結構もう弾幕と一セットになってるような嫌いがありますが、まあ、どこが弾幕なんだっていう感じはしますけどね。はい、まあだんだん難しくなっていくのかもしれませんが、結構ねシューティングって縦シューは多いですけど横スクロールってそんなに出てないんで、まあ、貴重な横スクロールタイトルかもしれませんね。はい、でこれが、日本語もちろんあります。 20% オフ29日まで416円で買えます。これが520円じゃなくて498円だったら間違いなくワンコインディでやってたでしょうね。自分のポリシーで20円足が出ても絶対500円以下にこだわってるんでプレイしませんが、何のこだわりだよって感じですが、はい、こんな感じでも軒並み高評価。さすがネプテューヌというね、確立されたシリーズのシューティングゲーだけあって評価が高いですね。はい、22日ネプシューター。そしてもう一つ、22日ありますね。はい、フィッションスーパースター X というゲームです。はい、これは、横スクロール型のローグライトシューティングゲームで、プレイヤーはランダム生成されたステージを攻略していくと。本作ではスクロールし続けるステージで、敵戦や奇妙な敵を攻撃していくと。ミッションの合間には武器を購入するほか、武器を操作し宇宙船を強化するための乗組員を最大4人まで雇うことができると。乗組員にはそれぞれ1つ武器が割り当てることができ、宇宙船は最大4つの武器を同時に使えるということですね。うわ、もうなんかすごいですね。もうなんか洋芸チックな感じですが、はい、このゲームが日本語はないんですが、はい、5月29日まで 10% の1368円で買えるということで、まあこれはサマーセール 30% オフ候補なのかもしれませんが、はい、日本人が1人レビューを書いてくれていますね。はい、参考にできると思います。はい、22日フィッションスーパースター X。 そして22日もう一つですね。はい、
ケムコが誇るマレニア国の冒険酒場が出ました。はい、コンスタントにやり込み要素のある RPG を出しているケムコがまた新しいタイトルをリリースしましたね。はい、食材を集めて料理を作るという、はい、ファンタジー世界の新感覚酒場系、あ、酒場系の RPG なんだ。へえ。作れる料理は600種類以上、草原や湖、森、山など世界中に眠るいろいろな食材を集めて料理を作り、どんどん提供していきましょうと。料理を食べてキャラクターたちがレベルアップすれば、より珍しい食材を入手できるかもしれませんと。へえ、なかなか面白そう。はい、ケムコもね、ほんとこれ見てもらったら分かるように、はい、さまざまな、RPG をリリースしていて、結構ねコンスタントなんですよ本当に。で、近日中リリースも2作品載ってたりとかして、割と本当にこうムラなくコンスタントに RPG を、国産 RPG を配信しているパブリッシャーなんですよね。はい、なんでファンも多いと思いますが、はい、29日までは 10% の1360円で購入できるってことですね。はい、以上22日です。そして、おとついじゃないですね、昨日ですね。はい、トータルウォー3キングダムズ。これはもう自分が紹介しなくても、紹介ページにあるので、どかどかとプロモーションされているので、わかっているのではないでしょうか。はい、本作は古代中国の三国志時代を舞台にしたトータルウォーシリーズ最新作と、プレイヤーは12人の武将から選んで天下統一を目指すと。で、追加コンテンツが、もうすでに言われていて、チャプターパックと呼ばれるダウンロードコンテンツがリリースされると。これは三国志演技から印象的な部分を取り上げて、スタート時の状況やイベントに反映させるものであるとされると。はい、石壁の戦いは入るでしょうね。おそらくね、関東の戦いとかも入るでしょうし。ね。あと、あれ何でしたっけ、長反響の戦いね。張飛がね、橋の上に一騎立って、魏の兵を打ち倒したという。そして、趙雲が後を抱えて駆け抜けた。対戦、戦いもありますしね、董卓を、ね、袁紹を対象とする、まあ、まだ若かりし曹操とか劉備なんかの連合軍が倒すという、まあ、それが関東の戦いだったっけちょっと名前忘れましたが、まあ、いくつか三国志演技って印象的な戦いがあるんですが、まあ、それがイベントに反映されるということで、今なんか話してちょっと欲しくなってきたな。結構三国戦記好きなんでね、物語。はい、トータルウォー、スリーキングダムズ欲しくなってきましたが、はい、すごいですね、やっぱり。16万同時接続数ありますね。はい、日本語対応していないのがね、ちょっと腰が引ける一つの要因ではあるんですけど、日本人はプレイしているかというと、メタスコア高い84。はい、予約して購入。今回も当然公式で日本語はないし、まだもっともないので外国語でプレイすることになるのですが、個人的に漢字が似てる、簡体字中国語で始めることをおすすめ。あ、なるほどな。はい、英語で始めると地名や名前が中国読みのアルファベットになるので、日本読みに慣れていた自分には誰が誰だかわからない上、最初の PV で董卓がいきなり英語で話し始め、そうか、英語で話し始める董卓ってすごいなはい、今回もフルボイスなどで世界観的にも簡体字中国語をお勧めしたいと。まあ言語の問題がありますが、トータルウォーシリーズって結構早い段階でモッドとかも出ると思うんで、まあそれに期待しつつウィッシュリストに入れときましょう。はい、入れました。はい、ウィッシュリストに入れましょう。はい、トータルウォー3キングダムズが23日出ました。そしてもう一つですね、はい、23日出たインディーゲームがあります。はい、グラディアボッツっていうのかな。はい、このゲームですね。はい、これはどういうゲームかというと、カルネージハートのようにプレイヤー自ら構築した AI に従って動作するロボでアリーナバトルを行うロボットゲーム。へえ、面白そう。今回の正式リリースに際したアップデートでは、リソースをめぐって戦う、コレクションや、ドミネーション、古き良きデスマッチが楽しめるエリミネーションの
3モードが登場しているほか、200のシングルプレイヤーミッションや70種の実績など様々な新要素が追加されている。面白そうだな読んでいてもなんか面白そうな感じがするな。非常に高評の評価のゲームだな。うん。でもストリーミング配信もしてるから結構盛り上がってるのかな。同時接続260なのか、そんなにまあ購入されてないですけど、みんなやっぱりトータルをしてるのかな。16万ですからね、片やね。まあまあ認知度が違うっていうのもありますが、はい、日本語あるので、5月30日まで 20% の1216円で購入することができるということなので、はい、気になっている方はチェックしてみてください。そしてはい、先週のね、週末無料プレイが来てたタイトルですが、プロジェクトウィンターが、はい、今日ね、正式ローンチされましたね。2019年5月24日 1.0 ということですね。で、生放送中、チャットでもね、プロジェクトウィンター先週無料プレイのうちにやったっていう人もいましたけどね。はい、誰か一人が裏切り者であるという、人狼的なゲームですが、はい、極寒の、雪原で遭難した8人のプレイヤーが食料や物資を集めたり、火を確保したり、熊などの野生動物と戦ったりするサバイバル要素の強いコープゲーム。特徴的なのは8人の誰かに、裏切り者トローパ、あーすいません、裏切り者という役割が、ランダムに与えられているとのことで、残りの7人を生き残らせないという任務を遂行しなければならないと。誰もが猜疑心の塊になってしまいそうな人狼ゲーム風のシステムが採用されているのだが、グラフィックはほのぼのとしたカートゥーン調になっているので、程よい緊張感の中でプレイができそうと。はい、これもね、気になってるタイトルではあるんですけどね、やるゲームがなかったらプレイしたいかってね。はい、でもやるゲームが大量にあるのでなかなか手が出ない、はい、タイトルではありますが、はい、書いてますね。何種類か存在する救出方法を呼ぶために必要な一連タスクを順番にこなしていく。8人中ランダムな2人は裏切り者となっており、残り6人の脱出をどこかのタイミングで、あ、こっちは裏切り者2人になってますね。こっちは1人になってるけど、どっちが正しいんだ。はい、それはレビューを見て判断してくださいということで、はい、プロジェクトウィンターの正式ローンチも、今日されましたね。はい、以上、こんな感じでね、どんどんもう毎日のように新作が出ていて、今、見てもわかるように評価が非常に高いんですよね。なんで、もう質も高いですし、多分皆さんもね、興味のある、ゲームが今週もリリースされていると思いますけど、本当、ね、サマーセールに向けてぜひウィッシュリストに入れてプレイしてみてください。ピンポンパンポーン、売り上げトップを見ていきましょうか。はい、やっぱりシティーズスカイラインとか上位に来ますよね。あ、で、そうそう、悪魔城ドラキュラシリーズを手掛けた人の最新作、これも予約が始まって上位に来てるんですよね。で、トータルウォーはやっぱり日本でも強かったと、スリーキングダムズが1位に来てます。そしてリスクオブレインがまた上がってきましたね。これはさっきも言ったように日本語対応したからでしょうね。で、自分が積みゲーになっているモンハンワールド、モンハンワールドを積みゲーにするってよっぽどだろうっていう。はい、で、アトリエシリーズも来てますし、はい、こんな感じで、上位に来てます。あ、ジャストコーズ4も一応まあセールが来てるので上位に来てるのか、ゴールドエディションが。なるほどな。はい、ちょっと安心しました。はい、こんな感じで、週刊スチーム通信といって毎週金曜日、スチームのセール最新情報をお届けしていますし、500円以下のゲームを紹介するワンコインデーを火曜日に行っていたり、火曜日に発表される、1週間限定セールからピックアップして、おすすめゲームを紹介するピックアップ1週間限定セールというそのままの、タイトルの、動画があったり、新作ゲーム、無料ゲーム、さまざまなゲームを、配信するスチーム専門チャンネルになっているので、あ、今専門チャンネルって言っちゃったけど、まあエピックゲームズも多少します。はい、すいません。で、全然関係ないゲームもしてます。はい、でも主に、Steam の専門チャンネルになっているので、また足を運んでいただければ嬉しいです。ということで、合言葉ですね。
はい、トータルウォー新作にしましょうか、ね、せっかく、1位に来てるので覚えやすいと思うので、トータルウォー新作、はい、この合言葉を自分のプレゼント用のツイッターアカウントをフォローしていただいて、ダイレクトメッセージに入力していただいた方の中から抽選でスチームゲームキーをプレゼントします。明日中ですね、土曜日中締め切り、日曜日配布にしたいと思いますので、どしどしご応募くださいということで、週末ともにスチームゲームを楽しみましょう。ユーロでした。バイバイ。チャンネル登録、グッドクリック、コメントお願いします。また明日、君に会える日を楽しみにしています。